駅正面新玉名駅は熊本県玉名市玉名にある九州旅客鉄道九州新幹線の駅である。玉名市の代表駅である、鹿児島本線の玉名駅から 4km 北東の位置に離れた場所にある新幹線単独駅で玉名駅への移動はタクシーかバスを用いる必要がある。なお、玉名駅とは洗濯乗車が可能である。相対式ホーム2面2線を持つ高架駅である。 通過線がなく、改札口には自動改札機が設置されている。出入り口は南口と北口から出入りできる。2006年6月、玉名市は歴史と文化に基づいた安らぎ、ぬくもり、温かみのある近代的な駅舎ではない森の駅にしてほしいという要望を鉄道建設、運輸施設整備支援機構に提出している。これは市や県、市民、有識者、 関連団体による検討会によってまとめられたイメージである。また、翌7年2月には、同機構が作成した素案に対する市民の意見を募り、これに対して12人から22の意見が寄せられた。2007年5月30日、鉄道建設、運輸施設整備支援機構により、駅舎デザインが発表された。鉄筋コンクリート2階建ての駅舎は、小立や蔵をイメージしたもので、 市川がかねてより要望していた温かみのある森の中の駅のコンセプトとしている。ガラス張りの壁面上に木材で覆われた鉄骨が規則正しく配置され、木立の間から光が差し込む森を演出したほか、駅の出入り口には蔵や石橋等を取り入れ、歴史遺産を感じさせるデザインとなっている。観光ホットプラザ、タマララで以下の弁当が販売されている。 玉名市街地の北東、菊池川の右岸に広がる田園地帯の一角に駅が設けられた。駅で入り口は南、駅前には有料駐車場が南口と北口合わせて470台設けられている。2018年11月には大河ドラマ、伊田店の放送を記念して、駅前広場に金栗43の銅像が建てられた。 参考バスによる運行で以下の路線が乗り入れる。2019年度の1日平均乗車人員は602人である。一般応募で応募は580通ほどあり、26点までに絞られた。2008年2月、6点までに絞られ、市に報告。同年3月、市が新駅名6候補を JR 九州に提言。同年4月に JR 九州は、 新玉名駅を正式名称として決定した。当駅は新幹線単独駅としては日本で最も南に位置する。九州旅客鉄道九州新幹線、新大牟田駅から新玉名駅熊本駅。